ちゃ、こんにちは、豊さん、日本ハムさんの方にはちょっと心配なニュースというか、はい、入ってきました。昨日の試合なんですけれども、はい、水野選手が負傷交代で、病院で精密検査、はい、新庄監督は離脱の可能性も示唆ということで、うん、誰か呼ぶしかないかなというふうにもコメント出しています、はい。まあ、昨日の、日本ハム楽天戦、グキってやったなサード回ってな。そうなんです、そうなんです。ね、水野選手の一打で同点に追いついて、なお2アウト2塁で、郡司選手が、ヒットを放って、水野選手が3塁を蹴ったところで、はい、3塁コーチャーの森本コーチがストップ、うん、そこで水野選手が足首、右足首をひねり負傷交代となったんですけれども、はい、試合後、新庄監督開口一番、水野君心配ですと、はいはい、で足首、僕も経験ありますが、まあ、急にストップかけられるとああなりますよねと振り返ったと、うん、で続けて病院に行きました。 MRI 取って靭帯がどうか、ひねった時に抜けていなかったので、多分足が抜けていなかったってことなのでどうかな、夜中に報告あると思う、どっちにしても試合に出られないから誰か呼ぶしかないというふうにコメントをしました。まあ、そうやなあれ見てたけど、はいはい、最初あ引っ張るなと思ったの、飛距離が、はいはいはい、こうね、うんうんうん、で回すんかなと思ったら止まってたから、はい、あれカメラワークが悪かったんだよね。あ、そうなん、もうしっかり撮っとけ順だけどさカメラワークが悪くて別のカメラで見ると、うん、あれね、水野がね少しね予備知識を持って回らないかんわ。お、それは、それは取った瞬間に、レフトが取った瞬間に自分サードベース回ってないんだよ、はい、ということは基準としたら止められるという、止められるっていうことをある程度、うん、予測もある程度しとかないと、はい、まあ、ああいう怪我になるかなという、ただその、まあ、いけるという闇雲に一か八かの走塁だけを考えていてはダメということ、うん、まあまあランナーとしたらもう本当に回るつもりでね、うん、帰るつもりで回ってきてくれるっていうのは優秀なランナーの証拠なんだけども、はい、でもある程度の予備知識がないと、うん、まあ、ああいう怪我につながるし、はい、まあ、サードコーチは俺もやったことあるけど、うん、やっぱできるだけ例えば取るところ、はい、持ち帰るところまでやっぱこうちょっと引っ張りたいんだよね、ジャックルするかもわかんないから。なるほど。でも先に止めとくとジャックルで回れないんだよ、はい、あれ1点差を争うゲームだったでしょ、はい、だからそういう意味では俺は飛距離は悪くないと思うよ、うん、あそこまで引っ張りたくなる気持ちはわかる、はい、うん、だからランナーに多少予備知識があってほしかったなっていう、うん、止めるかもわからないというね、はい、そしたら怪我はね、回避されたと思うよ。またあのエスコンの下の、まあ、ね、ね、状況っていうのもありますね。まあ、人工芝だと早めに判断をするっていうのはこれはもう決め事であるんだよね、はい、ストッピングが止められないから、はい、でもエスコンってやっぱ硬いから、だからまあ人工芝と大体は同等みたいな感じだね、ずっと滑ってくれないから、はい、甲子園みたいな土だとずっと滑ってくれるから、うん、引っ張って止めても足首持つんだけど、はい、あれ引っかかってるとやっぱ捻挫とか、まあ、そういうことにはなるわな、まあ、でも豊さんがあれは森本あの一人コーチの、 あの引っ張る気持ちも分かるし悪くはないって言ってくださる。いや悪くはないよ全然。 X で今もう本当にかわいそうなんですよ。なんで飛距離？そうなんです、飛距離もっとしっかりコーチの勉強してくれる。いや勉強してるからあそこまで引っ張ったんだってそうですよね、うん、とか。じゃあ返したい気持ちはいくらでも分かるよ、うんうん、でもアウトにしちゃいかんっていうのはあるよね、はい、だからあそこまでジャックルまで引っ張ったんだと思う。そうですよね。でも投げて、あ、これはうまくいってると思ったから守備側が止めたんだよ、はい、うん、ですよね。だからさ、もうそれはしょうがないよ。サードコーチはもうやっぱり命張ってやってるから。そうですよね。いや本当あのシーンは本当に特にそうだと思うんですよ。水野が活躍してるしさ、はい、その前にねタイムリー打ってるし、同点タイムリーを、はい、だから余計に水野は大変ファンにとっては大切なわけよそうなんですよ、ね、いやだからそれも気持ちはわかる。ただこう別カメラで、最初のカメラであれ飛距離引っ張りすぎやぞと思いながら、はい、ちょっと感じてたんだけど、うん、止めるのか生かすのかと思ったら回ってこなかったから、うん、あ止めたんやと思って、うんうん、大丈夫かなと思ったらやっぱ足やってたんだよ。そうですね。でも別カメラで見るとやっぱり見るレフトが処理する
ことは水野は多少横目でも見れたな。あそしたら、はい、大体分かるよ、止められるかなっていうのが。そうですよね、うん、でも全力で回っていたからね、うん、まあ、しょうがないけどもね。そうですよね、うん、まあ、他の X だと例えばだからね、誰が悪いとかなんとかってないんだよ、まあ、本来そうなんですよね。絶対そうだよ、みんな一生懸命やってるのに。そうですよね、なんでそんなこと言うんだよ。ファンだろ。ファンだったら言うな、そんなそうですよね。どうしてもなんかね、先週ファーストになっちゃってるのか分かんないですけど、例えば今じゃ壊れた信号機、水野選手が怪我したのはお前のせいだ、責任取れという日。いや、そんなことないって。そんなことない、絶対そんなことない。回して逆にアウトになると、それはそれで壊れた信号機とか変なこと言われるじゃないですか。まあまあそうだね、どっちにしても言われちゃうのは辛いですけど、もちろんあの森本コーチのせいじゃないって言ってるファンもたくさんいます。あの水野選手の怪我って森本コーチのせいなの？返球でアウトになっても結局壊れた信号機って文句言うやん。怪我してしまった水野選手には悪いけれども、あそこは森本コーチの判断正解だったと思うよという意見が、うん、まあ、回ってたらアウトだよ。そうですよね、アウト、アウト、うん、いやだから完全にアウトだから、それは止めなきゃいけないよね、はい、コーチとしてはね、うん、ただ言えば、うん、ここまで引っ張らなくても、うん、ここで止めておけばよかったかな、うん、あここで、あ、うん、そしたらもうちょっと早く判断できたし、はい、まあ、水野も早く止まれて帰れたという、はい、うん、ここの握り替えまでぐーっと引っ張ったから、これもねテクニックなんだよ、はい、サードコーチャーの、うん、ここで判断するやつが主なんだけど、うん、やっぱり一人は外野手出身でしょ、はい、だからここまでやっぱね引っ張る、ジャックルするかもわからないっていうんで引っ張ってるの。俺は内野手出身だからジャックルなんかないと思ってるからここで判断するんだ。全然違いますね。いや、やっぱり内野手と外野手の判断基準って多少違うよ。あ、そうなんですね、うん、だからこいつバカにしてたら、あ、こいつお前取ったところでお前しっかり投げれるかと思ったら回すし、はいはい、あ、そうですよね。いやいや、そうそう、だから相手の力量も考えて回したりとかもするし、うん、だからまああれだ、まあちょっと昨日は前進守備をねレフトが引いてたし、まあなかなかこう難しい判断だったと思うんです。でも視聴率は1ミリも間違ったことはしてないと思うよ、うん、俺は。そうですよね、うん、あとは例えばああいう時の止まり方っていうのも、止まり方はね、うん、横にしたらねやっぱり膝とか足首とかこうやってなるんだよ、うん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 、だからもうとにかく進行方向でパパパパッと細かく止まって回って帰ってくるんだよ。ああ、そしたら捻挫しないでしょ、こうやってパパパパッてやってこう回って帰る、うん、ああ、こうやってギュッと横になるとそのまま体勢こういきます。膝もやるし、うん、ね、膝やらなかったら足首やるようになる、はい、だから、うん、もうとにかくサップって言ったらストップってした正面でパパパパって細かく止まるんだよ。そしたら膝も足首も持っていかれないから、はい、あ、だから怪我をしないテクニックっていうのもあるあるあるんですね。でギュッと回って帰ってくるという、うん、ああ、そう、ゆたかさん、その三塁の時のそういうのでちょっと足首とかやりかけたこととかってあるんですか？もう全くないですか？俺、はい、俺がランナーで、ランナーでないない。やっぱ体強いし止まり方がうまかったっていうのもあるんですね。うまかったっていうか、うん、まあないな、怪我は、はい、あとやっぱこう二塁から回っていく時もやっぱり外野手の、まあ、ある程度の予測はするよやっぱりね、見ながらその外野の守備位置、うん、打球、うん、で自分が回る時にもう取ってるか取ってないかっていうのはある程度コーチャーを見ながらもセンター見れないけど、うんうん、ライトとかも取った位置に回ってパッと見た時にもう投げる体勢だったらもう無理じゃない、もうそうやろだからそういうことを見ながらコーチャーとの判断基準でやってたけどね、うん、そうか、常に冷静に状況判断っていう、あのね、優秀なランナーってコーチャーいらないんだよ、うんうん、っていうふうに言われるぐらいコーチャーっていうのは、まあ、味付けなんだよね。でも若い選手ってやっぱ頼りにするからやっぱ見ちゃうけど、まあ見るんだったら見るで怪我をさせないんだったらもう本当にジャックルとかいろいろ考えないでもう早めに止めるとか、なんだよジャックルしてんじゃないかよってな、今度は言われても、いやいや怪我させてる、みんなね怪我させちゃいけないんでしょみたいな、そうそうそう、そうなんですよ。いやだから怪我、あのね、言えば怪我する方が悪い、
うんうん、いや俺に言わしたらね、はい、俺も選手もやってたしサードコーチャーもやってて見解としたら、怪我する選手が悪い、うん、だからそこまでやっぱこう予測もしとかないとある程度、ね、全力の中で予測して、はいね、止まったって言って止められたと思ったらパッパッパッシュッと帰る、そうですよね、っていうことができるといいね、もっとね。そうですね。うん、まあね、今水野選手本当に今年ね、あの座を掴んで、まあそうだな、まあでもあの上川畑が元気でおるし、はい、これをショートにして、はい、あの中島拓也を、おおおお、まあセカンドかなっていうふうに考えてるけどね。お、豊さんはそういうふうに。まあ石井和成もいるしね、セカンド。そうですよね。うん、だからまあ誰かを上げてくるとしたら石井和成かなっていう感じもするしね。はい。あとは、うん、福田選手が合流かというふうな感じの、うんうんうん、もうちらほら出てたんですけれども、うんうんうん、これによって合流する可能性っていうのもまああるよね、うん、だからまあそんなに水野はオールスター選ばれてるのかな、あ、多分選ばれてると思います、初の。いやもう出してあげたいよな、出してあげたいから、だからまあギリギリまで休ませればいいじゃん、オールスターの出るには。でオールスターの2、3試合前、はい、ぐらいちょっと復帰して、まあそんなに俺はかからないと思うよ。あれサッカー選手だと平気で出てくるような捻挫だよ、多分。サッカーの、いやサッカー異常だから足が。いや違うでしょ。いや本当に強いから。なんでそれで走れるんですか、ね。いやそれでテーピングしたらできるっていう。いやーどう。いや肉張られもちょっと痛いけどできるかなみたいな。そんなレベルだよ本当に。足つったってガンガン走ってるから。ちょっと尋常じゃない。いやいや本当にね。鍛錬ってそんなもんだよ、やっぱ。いやだ、ね、練習の仕方とか、そうそうそう、全然やっぱ違うんでしょうけど、すごいですね。まあ、水野はね、でもね、ショートでね、本当にあの守備でもね、そうなんですね、あの助けたし、はい、ポイントとなってる選手だよな、今年な。いや、本当に。まあ、だけど、じゃあ上川畑ができないかって言ったらできるし。あ、もちろんそうですよね。そのぐらい層が厚くなってるし。うん、で、石井和成だってる、まあ、福田もいる、はい、中島拓也もいる。はい、奈良間もいる、はい、まあ、ね、結構いるんだよ、そうですね、結構いる、うん、まあだけど水野の大学ってなるとね、はい、今年の活躍を見るとそれはまあ大学になるかならないかっていうのはちょっと厳しいかもわからないけども、うん、でも少しの期間は埋めてくれるよちゃんと、そうですよね、うん、まああのそういうふうになってもいいようにきちんと新庄監督がやっぱりいろんなポジションだったりとか、そう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 、ね、選手をさせてたので、うん、ただオールスターには出してあげたいな、そうですよね、初出場でしょ、そうなんです、今年せっかく活躍して、うんね、三塁打も最多打ってて、はい、ね、まあ大丈夫だよ、間に合う、間に合いますかね、うん、まあ、状態にもよると思うんですけど、まあね、おそらく今日中に、まあ、休むこと考えるんじゃなくて出ること考えないとね、あのオールスターにっていうことだったりとかですよね、だからその準備をね、うん、まあ、しながら直してほしいなっていうふうに思うよね、そうですね、人体がどうかどうかっていうのをやっぱり新庄監督がすごく、大丈夫だよ、大丈夫ですか、まあ、でも結構激しくやってたな、そうなんです、だからみんな心配しちゃっててまビーンってなってたからな、ちょっと心配、まあまあまあ、でも、うん、俺は信じとく、そうですね、オールスターもオールスターなんで姿が見れるということをね、そこまではもう無理せずに、うん、まあでも全然その前に復帰しなくて復帰戦がオールスターということにもいかんでしょ、なかなかちょっといかんでしょ、やっぱチームとしても、はいね、他の球団もそうだけど、うん、いやだから 2,3 試合前に復帰するぐらいの目処を立てて、うんうん、まあ、頑張って直してほしいなと思うね、そうですよね、はい、あのね、リーグ戦ももうそろそろで後半戦に突入っていうふうにもあと何試合かでなってくるので、はい、あのもちろん日本ハム水野選手の戦力欠かせないので、はい、あの戻ってきてオールスターにも初出場果たしてほしいですね、はい、はい